16対9の四角の中に生きる。考えてなかった。クルリンパって、なんだクルリンパって。クルリンパってなんか頭に浮かんじゃったんですよ。しょうもない男です。はい。今日もね、とある日、中西の朝食、鳥で食いですね。ね。カレー飯と、もうね、カレー飯もうこれ、5月12日って、賞味期限。やばいですよ。カレー飯にネギ。なんかね、いつもね、納豆とかに入れてる、納豆とかお味噌汁とかにね、入れてる、ネギがなくて、白ネギがあったんで、ね。それを刻んで、白髪ネギ、みたいにして。で、入れてます。もう美味しい。美味しいな。やっぱネギ美味しいな。カレー。カレーにネギ美味しいですよ。うん。やった方がいいですよ。うん。あとこれスープね。これっつって見えてないでしょうね。うん。まあ、写真はあれしたんで。当たんね。ああ。あ、そうそう。カップラーメンに新しい仲間が増えました。ここ一番屋。魚からカレーうどん。夏のスパイシー。夏のスパイシー、魚からカレーうどん。魚だし、鶏からスパイス付き。鶏からスパイス付きだって。あとなんか、トマトカレーうどん。うどんかラーメンかわかんないですけど。これうどんですけど。っていうのも一緒に並んであったんですけど。トマトカレー別に、珍しくない。魚から、魚カレーっていうのがね、なんかね、珍しいかなって。買ったんですよ。買っちゃいますね。なんかね。カップ麺。順調に減ってると思ったら買っちゃってね。うん。これスープね、スープもね、賞味期限そんなやばくないんですけど、忘れないうちに食べないとね、これね。こういう変わったスープ。おうち、家族、誰も食べないんだよ。僕しか食べないんだよ。まあ、食べようかな。食べていこう、行かないとね。僕が買った分じゃないんですけど、これなんか多分お歳暮かなんかにもらったやつだと思います。あ、ネギいい。ネギがいいわ。ほんとね、カレーにネギ絶対美味しいですよ。うん。これ白ネギの方がいいかな。うん。入れ込んで煮込むんじゃなくて、食べる直前にパラパラっとね。いいな。もっと入れたらよかった。あ、今ちょっと食べるとこ見えたね。これちょっとここのガードが浅いね。こっちこれ当たるんですよね。ちょっと、あ、こうしたらいいんだ。カレーをこっち持っていったら、スープはこういう感じね。カレーこういう感じで、うん、こうだ。これでガードが硬くなった。まあしかしこっちの缶詰の類ですよ。これがね、多いで、あんま食べる気しないですよね。賞味期限そんなに迫ってないですから。一番近いのは2016年の何月かとか、来年の話ですからね。あ、でも食べていかないと。この間、まあ缶詰じゃないですけど、ホールトマト賞味期限切れちゃってましたからね。レトルトもあるんだよ。レトルト、ミートソース、あ、ミートソースカレーとかね、気に抜いたら賞味期限切れちゃいますよ。ネギ、ネギ、ネギいいな。ネギ好きっす。はい。
ネギ坊主ね。ネギ坊主ってなんだっけ。ネギ坊主ってなんかありますよね。何よくあんない。あ、ネギいいわ。ネギカレーってないんですかね。ちょっとネットで調べてみよう。ネギカレーこんだけ美味しいんだからね。はい、こんだけ美味しいもんですからね、あったってね、いいと思うんですよ、存在したってね。うん、こんな暗いですね、僕ね。お、すっごい明るくなった。はい、ネギカレー、あ、ある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 。カレーにネギね、あの、あれしてる人いる。あ、ね、美味しいんだって、美味しいんだって。本当にやった方がいいんだってね。うわ、すげえ。写真を写真撮るか。ね、ネギカレーの麺麺。僕はこの白いネギの方が おすすめかな、なんとなくね。もちろん生で、さっきも言いましたっけ。こう元気も、これなんだこれ。このスープの中になんか よくわかんない食感の、なんだこれ。なんかの皮かな。ああ、スープ完食。これ言ってかないとね。見えませんからね。カレー飯は今半分ぐらいですかね。うん、ネギカレーいいな。まあでもカレーうどんとかにね、パラパラとしてたりするのか。カレーうどんの感想を聞いて、あ、乗ってるわ乗ってるわ。だからみんなやってるんですね。あの、そんなにこう気づいてないというか、知らず知らずのうちにね、ネギとカレーの組み合わせで食べてる。カレーうどんでね。いや、普通にお家で作るカレーにもネギ振りかけたらいいんですよ。またあれ、グロテスクな食べ方します。見えないことをいいことに。ハイクラさんが通る、ハイクラさんが通る。ちょっと見えちゃってますけどね。うん、普通に食べてるよね。ハイクラさんが通る食べね、すごいですよ。2番目にすごいですね。僕の食べ方のそのなんか見せられない具度合い。まあじゃあ、まあじゃあ、まあじゃあ、カレーにはネギ、これはやった方がいいと思いますね。あ、白ネギ両方やったらいいんじゃないですか。うん、これ美味しいな。ハイカラさんが通る。